こんにちは。今回はリクエストがあったので、アリス・イン・チェインズのボーカルレイン・ステイリーを言ってみようと思います。アリス・イン・チェインズといえば、おそらく日本では洋楽好きでロック好きで、特にグランジ好きな人しか知らないんじゃないでしょうか。90年代グランジロックのブームの中でもニルバーナが圧倒的に有名なんで、他のグランジバンドはパッと出てこないですよね。しかしアリス・イン・チェインズはグランジバンドの中でもいち早く売れたバンドで、彼らは全世界でアルバムセールス3500万枚以上を記録しています。なんで世界的にはすごく有名なバンドですね。ちなみにニルバーナの全世界でのトータルセールスは約7500万枚なので、世界ではニルバーナに迫る人気があったってことですよね。彼らのセカンドアルバム DART はアレル・アマゾンレビューの中でも星5を獲得していて、本場アメリカでは星 4.5 とかなり高評価を得ている名盤になってます。アリス・イン・チェインズはニルバーナ、サウンドガーデン、パールジャムなどとともにアメリカ・シアトルで活躍したバンドで、ドヨーンとしたロックサウンドに気だるい感じのボーカルレインの歌声が特徴です。彼らの音楽グランジバンドの中でも異彩を放ち、特に芸術的なレインの歌声は麻薬と称されるほどです。ちなみにボーカルレインは声が麻薬ってだけではなくて、本当に麻薬にどっぷり使っていた人生で、32歳という若さで麻薬によるオーバードーズで亡くなっています。さらに彼は我が国日本で伝説を作っていて、1993年日本ツアーで六本木に滞在していたレインはなぜか工事現場のブルドーザーを奪って看板をなぎ倒していったそうです。かなりぶっ飛んだ人物だと思いませんか。さて、今回はこのアリス・イン・チェインズのボーカルレイン・ステイリーがなぜ魅力的で人気なのか、彼の人生を見ながら探ってみようと思います。それでは行きましょう。アリス・イン・チェインズのボーカルレイン・ステイリーは1967年8月22日アメリカ・ワシントン州カークランドに生まれます。レインが7歳の頃、彼の両親が離婚し、レインは母に引き取られることとなり、母と継父に育てられるようになります。幼少期のレインは両親の聴いていたディープパープルなどを聴いて音楽にハマり、その後はハードロックやヘビメタにハマっていきます。12歳になったレインはドラムを始め、グラムロックのバンドを始めるようになります。そして16歳、高校に入ったレインは以前からやりたかったボーカルとしてグラムメタルバンドスリーズに加入することとなります。同時にこの頃から彼の思想は変化し、16歳までクリスチャンサイエンスという新興宗教と共に育ったレインですが、宗教に洗脳させられる人々を見て、自分は彼らの教えに従えないと宗教の教えに対して批判的になります。その後スリーズとして活動していたレインはシアトルを中心に活動を続け、18歳の頃にスリーズはアリス・イン・チェインズというバンド名に名前を変更しています。この時のレインはバリバリグラムロックの雰囲気で、 X 時代のヒデみたいな髪の毛をしています。その後彼は当時シアトルであったパーティーで、その後のアリス・イン・チェインズのギタリストジェリー・カントレルと出会います。そしてジェリーはレインのパフォーマンスと歌声に衝撃を受け、レインのことを気に入るようになります。同時期に家を追い出されていたジェリーはレインの誘いで一緒に生活することとなり、二人の距離はさらに縮まっていきます。そうしているうちにアリス・イン・チェインズは解散、レインは自身のバンドを失い、新たにファンクバンドのメンバーになります。その後ジェリーをバンドに誘うもうまくいかず、ファンクバンドは解散、結局レインがジェリーのバンドに加入し活動を始めます。その後シアトルで彼らのバンドは徐々に有名になり、レインの以前のバンドアリス・イン・チェインズを変えたアリス・イン・チェインズとバンド名を変えて活動の幅を広げていきます。その後地元のプロモーターの目に留まったアリス・イン・チェインズはデモテープの録音を開始、1988年レインが20歳の時にデモテープが完成します。そしてこのデモテープが元祖グランジバンドサウンドガーデンのマネージャーの目に留まり、1989年彼らの紹介でレコード会社との契約が決まります。そして1990年8月21日レインの23歳の誕生日を前に、アリス・イン・チェインズはデビューアルバムフェイスリフトを発売。その後このアルバムは1991年にはビルボード42位まで行き、彼らのデビューアルバムは90年代グランジムーブメントの中でビルボード50位以内にランクインした最初のアルバムとなります。その後はニルバーナがネバーマインドを発表し、グランジロックがさらに盛り上がりを見せていきます。1992年レインが25歳の時セカンドアルバムダートを発表、これがビルボード最高位6位を記録します。
その後もアリス・イン・チェインズの人気は衰えず、1995年11月、レインが28歳の時にはサードアルバムアリス・イン・チェインズを発表、ついにビルボード1位まで上り詰めます。しかしそんな音楽の成功の裏で、デビュー当時よりレインは深刻な薬物依存に苦しむようになります。同時にレインはドラッグやアルコール依存症を抜け出すためにリハビリを受けるようになり、依存症からの脱却と再発を繰り返すようになります。1994年にニルバーナのカート・コバーンが自殺して亡くなったことで、当時のレインはかなり衝撃を受けており、恐怖で一時薬をやめていたそうですが、それも長くは続かず、薬物依存は再発します。その後1996年、レインの前の婚約者デムリ・パロットがドラッグのオーバードーズで亡くなります。これを非常に深く悲しんだレインは激しく落ち込み、塞ぎ込むようになります。レインのあまりの落ち込み具合に、彼は24時間自殺しないよう監視させられていたそうです。この件をきっかけに、もう回復に向かうことができなくなったレインは、絶望の中なんとかバンド活動をこなすものの、1998年のコンサートを最後に彼は人前に姿を見せなくなります。1999年、レインが32歳の頃には、彼の体重は80ポンド、約36キロまで減っており、顔は真っ白で幽霊のようになっていたそうです。さらにこの後、彼の病状はさらにひどくなり、歯は抜け落ち、顔色は青白く痩せこけ、リハビリに連れて行こうとする友人との連絡も断ち、リハビリすら拒むようになります。そして2002年4月19日、レインが34歳の頃、2週間ほど銀行からの出金がないと心配したレインの会計係が母親に連絡し、心配した母が911に通報し、レインが自宅で亡くなっているところを発見されます。遺体はしばらく放置されており、腐敗していたそうで、彼は一人寂しくこの世を去りました。検視の結果、レインの体内からヘロインやコカインなどが検出され、死因は薬物中毒と断定されました。そして彼の発見された日は、8年前、カート・コバンが亡くなった日と全く同じ日でした。彼の歌声は美しく、悲しく、頭から離れない麻薬と表現され、人間の弱い部分や葛藤を素直に見せてくれます。レインって何か言葉で表すのは難しいんですが、人間っていう生き物の弱さを身をもって感じさせてくれる人物だと思います。皆さんはレインについてどう感じましたか？今回はアリス・イン・チェインズのレイン・ステイリーでした。気に入った方はチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。We'll be right back.